銀山駅は、北海道余市郡仁木町、銀山2丁目にある、JR 北海道、函館本線の駅です。さて、そろそろ銀山駅に到着します。JR 北海道では、2007年、平成19年、10月1日に主要線区で、駅ナンバリングを実施しました。駅ナンバリングとは、現地語に疎い者にも、駅を識別しやすくするための駅番号です。銀山駅の駅ナンバリングは、S21 です。銀山駅は、1905年、明治38年、1月29日に、北海道鉄道の一般駅として開業した駅です。その後の、1907年、明治40年、7月1日、北海道鉄道の国有化に伴い、国有鉄道に移管し、1909年、明治42年、10月12日、国有鉄道線路名称制定に伴い、函館本線の駅となりました。銀山駅は、1982年、昭和57年、3月1日に無人駅になった駅です。
札幌方面の2番線が下りになります。都市方面が上り、その逆が下りと言われています。てっきり札幌方面が都市部だと思ってしまいました。この下り2番線は1986年、昭和61年、11月1日に列車交換設備廃止で、線路とホームが放置状態でした。そして、2年後の1988年、昭和63年、11月3日この下り線の線路とホームを再整備し、列車交換設備を復活させました。トイレは、汲み取り式のボットントイレです。よほど我慢できない時以外は、用足しはしないでしょう。昭和45年8月に公開した映画、男はつらいよ望郷編で駅舎が使用されました。時は大正2年頃、赤井川村の白井川東岸に明治鉱山を開港しました。明治鉱山から国富鉱山製錬所へ鉱石を運搬するため、銀山駅下まで馬車軌道を敷設し、軌道終点から銀山駅構内積み込み場まで、索道を設置しました。
まだ、あまり寒さを感じさせなかった、銀山駅で、すがすがしい駅でした。駅舎内に掲示されている、訪問者の感想には、この銀山駅周辺に住んでみたいという、感想がありました。きっと住み心地の良いところなのでしょう。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。